はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、地域主義の動きについてお送りします。で、前回ね、国際連合、まあ国連ですね、について取り上げました。で、今回は地域主義です。で、穴目そんな多くないんですけど、全部で6問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっとね、調子が悪いんで、なんか声が裏返ったりするかもしれないんですが、ちょっと心広く聞いてもらえたらと思います。では、話は第二次世界大戦、その後です。で、その時、このね、世界大戦が終わった後に、ヨーロッパでは、経済関係を中心に、ヨーロッパの統合、つまりこの力を合わせていこうという、そういう動きが起こったんです。で、それはね、この世界大戦があったから、もうこういう戦争を二度と起こさないようにしようと。そういったね、目的で、そういう、まあ、ね、動きが起こったと。そして、1993年、これ、ぜひね、年号も覚えてください。1993年に、ホニャララが発足です。で、これ、何ができたか。まずヨーロッパのものなので、ヨーロッパ連合です。で、これね、この前にヨーロッパ連盟とかがあるんですけど、これ連合です。こっちが一番有名なんで、これ覚えてください。1993年。で、これ省略形があって、これ両方覚えよう。EU と言います。ヨーロッパ連合 EU です。で、ちょっとこれ省略形で書きますね、こっからは。同じ答えなんで EU。 その EU ではまず中央銀行を作りました。一番メインになる銀行ね、 EU の中央銀行です。で、共通通貨っていうのを導入しています。で、共通通貨の名前をユーロって言います。で、これは例えば日本って円じゃないですか。円を使えるでしょ。で、アメリカはドルとかでしょ。で、このヨーロッパもそれぞれの国にあったんです、その硬貨が、そのお金がね。なんだけど、ユーロっていうのを使えば、ヨーロッパ連合に所属しているところでは全部使える。共通で使えるお金です。ユーロっていうのは。それを導入している。だから、ヨーロッパが一つの国内市場みたいになってます。で、これどういうことかっていうと、もともとは、この国はこのお金、この国はこのお金だから、取引するときにそのお金をね、変えなきゃいけないんだよ。でも、もうユーロで全部統一できてるから、ここで売ろうが、ここで売ろうが、ここで売ろうが、同じユーロで売れる。なので、一つの大きな、一つの市場って、そういう風になってます。だから今、すごい力を持ってる。EU はね。で、またちょっと同じ答えなんで書きますね。この EU みたいに、例えば経済。ここは経済だけどね。あと、環境とか、安全保障。まあ、いろんな分野において、同じ問題を抱えている国家、国同士が、まとまりを作る。そして、協調、協力、まあ、力を合わせようって。そういうのを強めようとする動きのことを、ホニャララ主義って言います。で、それが今回のタイトル。こういう動きを、地域主義と。こういう風に呼びます。で、地域主義はもう一個、カタカナの言い方もあって、ちょっと覚えておこう。できればね。これを、リージョナリズムって言います。リージョナリズムです。で、EU 以外にもね、いろいろあるんです。例えば、東南アジア。ちょっとキーワードで申し訳ないんですけど、東南アジアでは、1967年にホニャララが設立、創設されています。で、これね、両方、英語の書き方と日本語の書き方、両方覚えましょう。これね、東南アジアって言われたら、まずこれ、ASEAN と言います。ASEAN です。で、これを日本語バージョンで言うと、東南アジアの話なんで、まず東南アジア。で、東南アジア諸国連合と言います。東南アジア諸国連合。これ両方覚えてください。で、ちょっと話全然違うんですけど、多分ですけど、今、犬の鳴き声が入ってるかもしれない。あのね、うち、家で普通に撮影してるんですけど、隣のお家のワンちゃんが今鳴いてるので、ごめん、ちょっと犬の鳴き声入ってたらごめんね。申し訳ないんですが。で、ちょっと話戻しますね。ごめんな。で、次、太平洋沿岸です。
この地域ではあるものが開催されています。で、これをまず英語 APEC、 これ APEC って読みたくなるんだけど、最初 A です。 APEC って言います。これで、で、これある会議の名前なの、 APEC は。で、この会議の言い方が、これも長いんですけど、アジア太平洋経済協力、もうちょっと心が折れそうなので、会議です。で、非常にめんどくさいんですが、これも、で、英語と日本語両方覚えてください。アジア太平洋経済協力会議です。これが太平洋沿岸の地域が集まって会議をしています。で、もう一個。また、アメリカ、カナダ、メキシコです。これね、世界地図で場所確認すると、こうアメリカってあるじゃないですか。アメリカ、北アメリカ大陸に。で、カナダはその上なんですよ。で、メキシコはこの下なのね。もちろんこっちにもね、アメリカありますけど。で、その北アメリカの3つの国は、あるね、ものを締結して、貿易、そして投資を自由化してる。好きにやっていいよ、貿易とか、その中だったら。そういうのをしてます。で、これなんていうか、これがまず英語で、NAFTA、ナフタと言います。ナフタ。で、これ北アメリカの話なんで、まず北米が入る。で、北米で、自由に、ちょっと感じました。貿易ができるんで、北米自由、切っちゃった、ごめん。北米自由貿易、普通に協定を忘れた。協定と言います。北アメリカで自由に貿易をすることができる協定は決まりですね。それを結んでるんです、この3つの国は。だからこの間の貿易とかすごく自由だから、みんなでこう3つの国で強くなっていこう、経済を豊かにしていこうという動きになってます。で、ちなみになんですけど、これ NA を取って FTA ってあるじゃないですか、ここが自由貿易協定になります。ここ FTA の部分が自由貿易協定です。で、 NA は北米っていうところなので、それがくっついてるだけ。それもね、ぜひ覚えておいてください。では、今回は社会の公民、地域主義の動きについてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、新しい戦争です。まあ、戦争の話です。をしていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。